お、すげえ。あ、これか。マウスとこれか。すげえ。はいどうも皆さんこんにちは、トラです。またまた商品を提供していただきました。今回はなんとあのデバイスで超有名なブランドコルセア様から商品を提供していただきました。やばくないですか、あのコルセアさんですよ。コルセアさんといったら僕も、思い出というか思い入れがあって、マウスとキーボードに初めて移行した時に買ったのがコルセアさんのキーボードで、確か K55 っていうキーボードで、ね、もう少し性能とか、まあ、もっといいやつを買いたいなと思って次に買ったのもコルセアさんの K70 ラピッドファイヤーの銀軸というのを買いました。で今はマウスをもっと振る幅を取りたいということで天気ですので別のを使ってるんですけど、本当コルセアさんは昔からと愛用していました。そんなコルセアさんから今回提供していただいたものがまずこちら、キーボード K70 プロミニワイヤレス。僕もまだ使ったことのない 60% サイズのキーボードで本当に小さいです。次がこちら、マウスセイバー RGB プロワイヤレス。こちら軽量でワイヤレスのマウスです。そしてさらにヘッドセット HS55 ワイヤレスコア、こちらもワイヤレスのヘッドセットとなっています。じゃあコルセアさん3点もいただいて、しかもワイヤレスで一番最新のものまでいただいて本当に太っ腹すぎます。ありがとうございます。それでは早速一つずつ開封していきたいと思います。じゃあ早速キーボードから開けていきたいと思います。分けるとまずキーボード、わ、小さ、すごいな、本当に小さいですね。ほぼ両手で収まるぐらいの小ささです。でまずキーボード本体がまず入っていて、説明書とか入っていて、スペースキーとあとエスケープキーの正解用のやつと、あとキーキャップ外すやつ、あとこれなんだろう、これはこれも外す用のやつかな。で、あとは接続するための USB と、あとワイヤレスのための USB が入っていました。はい。以前使っていたキーボードと、今回いただいたキーボードと大きさを比較してみました。いや、ほんと 60% サイズって本当に小さいですね。テンキーと矢印キーも消えて、あとファンクションキーもなくなるだけで、本当にこんなに小さくなるんですね。じゃあ、打感はどんな感じなんかな。まあ、同じ銀軸なので、打感は結構同じ感じですね。この K70 のプロミニワイヤレスの方は、もうこの下の軸も変えることができるそうなので、それはとてもいいですね。あと、こっちワイヤレスなので、こっちの方みたいな、こういう線もないので、とても使い勝手も良さそうです。接続方法は Bluetooth と、スリップストリームという2種類があるんですけど、スリップストリームの方が低遅延でできるそうです。次にマウスを開封していきたいと思います。まずマウス本体と、あとワイヤレスのための USB ですね。あとは説明書とかが入っていて、あと充電用の有線のためのケーブルが入っていました。これ映るかな、左右対称じゃなくて右手で持つときにフィットしやすいような形になってるんですよね。で、後ろはコルセアのマークがついていて、ここはライティングできるそうです。マウスのタイプで言うとワイヤレスで軽量の、まあ、G プロとかのタイプですね。握った感じはすごいフィット感があるので、右利きの人向けに作られているマウスですね。あとマウスの表面がザラザラしていて、もうなんか自然とグリップがついているような形になって、もう手から離れないような感じになって とてもいいですね。クリック感は反発もちょうどよくあって、サイドボタンもね、この2つもとても大きいので押しやすいです。マウスホイールもちょうどいい感じに回っていて、その下にボタンもついていますね。重さは 79g で、後で PC につないで振ってみたりしたいと思うんですけど、今思った感じでもかなり軽いです。ワイヤレスの接続方法は、さっきのキーボードと同じように、スリップストリームという方法だと低遅延でできるそうです。今のところ触った感じはとてもいい感じです。
最後にヘッドセットを開封していきたいと思います。まずワイヤレスのための USB ですかね。 USB のケーブルと説明書と本体が入っていました。はい、ということで本体を取り出しました。こんな感じで入っていて、ここを曲げて普通に使用することができます。あとはマイクを曲げて、ここを自分の長さに合わせて、このようにしてつけます。つけてみた感じは軽いですね。266g で、普通のヘッドセットより軽くて、なおかつワイヤレスなので、つけながら移動できるのもとても便利ですね。つけた感じのクッションも、いい感じの硬さで、柔らかすぎず硬すぎずで、とても負担も少ないと思います。このヘッドホンにはボタンがついていて、Bluetooth に接続するためのボタンと、あと電源をつけるためのボタン、そして音量を調整するためのダイヤルと、あとマイクミュートのボタンがついています。これのようにつけて、どこだ？あった。ここでダイヤルで音量調節します。あとはここでマイクミュートしたりとか。それでは実際にこの3つのデバイスを PC に接続してゲームをプレイして使用した感じをレビューしていきたいと思います。はい、というわけでデバイスの接続が終わりました。キーボードのね、細かいライティングの設定とかはコルセアさんの専用のソフトで細かく設定することができます。いや、このキーボードはね、置いてみるとさらに小さが伝わってきます。それでは実際にこれを使用してプレイしていきたいと思います。マウスは 80g って書いてあったんですけど、 G プロ X と、なんならそれより滑るぐらい、滑りはとてもいいです。キーボードはやっぱりもうあんまりもう体感できないんですけど、めちゃくちゃ反応速度が速いのが伝わってきます。ヘッドホンの音はどちらかというと重低音寄りで、僕は結構好みの音です。それでは今からアリーナを回してこのヘッドホンのマイクでね、録画していきたいと思います。よーし、やっていくぞー。ハンマー。あ、やっぱうまい。これやばい、うまい。よし、今のところ対面とかしてみて、もう本当にこのコルセアさんからいただいたこの商品全部ワイヤレスなんですけど、本当に遅延がないですね。ワイヤレスの製品って言ったらやっぱり遅延が一番見られるとこなんで、有線と変わんないぐらい遅延ないです。一つ気になることといったら、やっぱりキーボードが 60% サイズなんで、数字キーで1とか2を、1かな、ほんまに。数字キーで1を使ってる人とかは、エスケープを間違えて押しちゃいそうっすね。よーし、ほっ、1回でどうしよう、1回。オッケー。
もうちょい逃げるのうまかったな。よし。はい、というわけで今回はコルセアさんから提供していただいたこの3つのデバイスを開封そしてレビューしていったわけなんですけど、いや、さすがのコルセアさんのデバイスですね。本当に性能も高くて神デバイスでした。で、実は、今日撮影しているのが10月30日で、あさっての11月1日が僕の誕生日なので、コルセアさんからとても素敵な誕生日プレゼントをいただきました。本当にありがとうございます。そして今回このコルセア様に、僕たちのことを紹介してくれたポンプキンチャンネルさん、本当にありがとうございました。この動画が良かったと思う方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。